日で伝えられた日々です。何回かになりますので重なっている部分があるかなと思いますので、少しずつ飛ばしていきたいと思います。ですね、と言いながら実は今ちょうど今年の地学オリ国際地学オリンピックで高校生を連れて、全部で11人でしょうか、スペインに今まさに行っているところです。で、29日ですから明日の記者発表になるということで、もう試験も終わってその結果が発表されるかなというまさにそんな状態であります。で、サンタンデールというのはちょっと聞いたこともなかったんですけれども、
の翻訳をどうするかということで、これはもう最大の私たちの負担にかかってくる、あのスタッフの負担にかかってくる問題でした。で、あの去年インドのメンター会議で提出したんですけれども、問題をどう作成するか、何を作成するかということに関してはまだペンディングになっていて、今年もやはり英語で出題してこれを日本語に訳すとか、ほとんどストップとしています。で、本当に徹夜の作業になります。で、去年からなんですけれども、回答に関しては全て技術地域を廃止して、完全マークシート的ですね、完全選択肢にしたというか、マークシートというほどのことではないんですけれども、その方がデフォルトを再び回答を英語に翻訳するという必要はなくなったわけですので、少し省けるんですけれども、生徒たちの思考回路を、探るということが全くできないということで、ちょっと問題なのかなと思います。それからもう一つ、これはもうほとんど解決したんですけれども、年齢制限がいつの時点で何歳になっているかということで、ある程度以上の年齢の子はチェックしても受けられないということで、そこら辺の細かい問題になってくると随分一つ一つ問題に直面します。で、これは今年の連合大会ですか、4月の29日でしたでしょうか、竹谷さんの方が発表したデータなんですけれども、スペイン大会3冠でやっているのがこれに行ってですね、で、そしてですね、来年がもうロシア大会ということで、再来年が日本と、これ最後にもまた登場いたしますけれども、もうすでに決まっておりまして、ところがですね、ちょっと薄いですけれども、今開催中でして、このロシアがキャンセルになったということで、こちらに来て、それでですね、ガスト。これらも省いていいかと思いますけれども、ジアコリンピック因素が何であるかというとですね、IGE 法の、主要活動として、創設された高校生のための自学コンペティションだということで、先ほど非常に分かりやすく根本さんがまとめてくださったその一つです。では、細かいことがありますけれども、ここら辺も省きまして、国内大会とそれから国際大会、そこで選抜をして国際大会に行くということになるわけですけれども、一次選抜を9月の1日から募集いたしまして、実際試験をやるのは12月ということで、こちらの方は2010年から完全にマークシート式にしました。それからいつから始まったかということも実は後でさらっとおさらいしなければいけませんけれども、そしてその中から約30名程度選ぶことによって選びまして、記述問題とそれから実技試験、この60名というのは、この2年ぐらい前から人数を多く取って、そしてより選択肢を残すというか、最後に選ぶより選択肢を残すということをしました。で、書いても今まで出てこなかったかもしれませんけれども、派遣するメンバーは毎年各国読めると決まって、原則は読めると決まっています。それでですね、やはりこの年からですけれども、筑波でグランプリ地球ワクワクという、研修、催しを行いまして、それを研修を兼ねて、実施しています。この格好は何に入るんでしょう。失礼しました。それでですね、これが 3月に行われます。あるいは、ちょっと原則的に、日本大震災としたのは、これが5月に流れ込んだりはいたしました。そして英語による記述や実技や面接集団討論、この面接や集団討論、実技試験ですね、それからなどを、集団討論も僕最近付け加わりまして、集団の中でどう自分を発揮していけるかというようなことも調理のようにしています。そして、最終的に4名に絞るというのが、それからこの5月から8月にかけて、通信研修、これは秋田大学の川村先生が中心になって頑張ってやってくださっています。それから6月、8月に、合宿を行って研修をする、1泊2日あるいは2泊3日ということで、箱根あるいはそうですね、筑
はこういったところで研修を行います。で国際大会はどうなのかというと、ですね、試験を3つの部門に分かれて、これまでは分けていたということで、来年以降はこれが変わってくるということを先ほどホットニュースでご紹介した通りです。それでですね、この部分が今まで比率が決まっていたわけですけれども、そして金メダル、銀メダル、銅メダル、その成績なんですけれども、金メダルを参加した高校生の 10% を金メダルです。ですから、スポーツのオリンピックで、金メダルは1人4つ、あるいは1人4つというのはちょっと違います。で銀メダルは20、30ということで、これを計算し差し引きますと、何ももらえない子は全体の 40% というので、まあ、逆にその方がかわいそうという感じになっています。でその国によって何もメダルをもらえなかったというところには、また特別に賞を与えるとかですね、まあ、メダルとは別にいくつかの部門賞なども用意しています。それから中身的には、筆記試験、最時間で、筆記試験の方は70点、実技試験は、これ時間ちょっと遅くのようなんですけど、30点と。そして、先ほどもありましたけれども、このような技術でしたけれども、これが次回から変わっていくということになります。で、それで回答は選択させると、で次は、野外調査または貿易を行っていきます。それからもう一つ、チラコリンピックと他のマカラコリンピックの非常に違いはですね、この国際協力野外調査というのを行いまして、行うことで、次のスライドでこれ詳しく用意しておりますけれども、個人のメダルとは関係なく、各チームとも大体6人前後の1チームを作りまして、必ず一国 の生徒たちは同じ時の生徒が同じチームに入ることはないというようなバラバラ に集めるようにしております。で野外調査を行って、プレゼンを行って、優秀なチームを表彰する。それもその国によるんですけれども、その大会によるんですけれども、どういう観点から何を表彰するかというのことも、かなり個性があります。で IEFDI インターナショナルチームフィールドインベスティゲーションですか、嫁の生徒カマラバラですね、調査プレゼンテーションですね、ジェネラルカンパイナクレ でこれまでにどんなところに行ったかというのが、まず韓国から始まります。フィリピン、台湾、インドネシア、イタリア、アルゼンチン、インド、スペインとこうなるわけですが、それがちょっと、良いかなと思う画像が残っているのは、初回のフィリピン、その次の台湾、そしてちょっと置いてイタリア、アルゼンチンということで、で実はアルゼンチンというのは日本に、後で出たりとか、それが発表のですね。でこれはそれぞれの結果。ということで、3カ国は初回の、ですね、実は2回目に行った2回目の大会が日本が参加しましたので、その時がですね、6カ国から始まりまして、フィリピンに行きました。で最近ではもう20カ国以上ということで、そして、延べ33カ国というのは今年は参加するけれども、去年はしてなかったとかで、あるいは逆だとか、いろいろな国や、あるいは台湾がありますので、地域というか中国は人の顔を出していきます。ですね、で中国、北朝鮮で参加しています。で参加する人数、この時が4人で、4人ずつだったので、24人からは100人前後になっている。で韓国とも地球環境問題指定災害なんですけど、これは今回の研究会でいろいろ先生方がお話しくださった、ぜひ必要だよ、ではなければ、ということをお話しくださっていることも重なりまして、各国で関心を持っていますが、ただどういうふうに関心を持つかということはかなり国によって違うかと思います。で、これまでの結果をまとめましたので、初めての方はちょっとこれに初めてなんですけれども、日本の予選応募者数を見ていただきますと、初回のフィリピンから参加したんですけれども、これが360名で応募者ですね。でこれがずっとこう増えてきまして、
て獲得しましたのが2010年の金メダル。でこの時の金メダルも生徒はですね、東大の天文学科にも進学をしておりますし、この時銀メダルを取った学生はですね、まあ、それぞれの分野進んでいるんですけれども、まあ、その一人は東大の大学院修士を苦しんでいる年齢ですかね、というような形になっております。で、それから、本当はそのアルゼンチンでやる。で予定行った時は日本で予定されていたんですけれども、2011年3月 の、 原子力原発事故によって、まあ、とても次の年に日本でやることはできないということで急遽辞退してアルゼンチンに来てもらいました。それからインド、スペインですけど、実は今年はアメリカがもうずいぶん前からやりましょうと手を挙げていたんですけれども、その引き受け先が個人的な、まあ、プロフェッサーだったので、その方の健康とか、そんないろいろな都合でキャンセルになったということで、これはもう今年に入ってからの急遽どなたかということで、スペインに決まりました。で、今しております。それからロシアがまさに2、3日前のことに、どうするということになっておりますし、で、日本が2016年、2年後ということで、それからこれも、スペインに出かける前の情報が、スペインに出かける直前の情報なんですけれども、日本の次は南アフリカ、その次がタイということが決まっているようです。ただ、本当に実現するかというのは、こういうところを見てもですね、心配がない。これ、さっきもお見せしたんですけれども、このように応募者数と、それから実際に試験を、日本で一次試験ですね、これ、人選抜を実際に上げてからどうかという、これは85% ぐらいの受験を推計するんです。で、これからちょっと大変なんですけど、すみません。で、どんな問題を出すかということで、まあ、複合領域の問題ということで、まあ、日本ではもう国内予選ではすでにやってますよということで、炭素の、まあ、順化といいますか、移動に関する問題を出していたりします。で、日本上、ちょっとアンケートの結果を見ていただきたいんですけれども、今年、去年の12月に、1600名以上の応募があって、1449名が受験したんですけど、その中で、まあ、毎年必ずアンケートを行っていますとですね、男性対女性が3対1、理系、文系、志望が7対6ということで、それから7月基礎の履修率が、なぜか今年は、まあ、3分の1ぐらい下がったということで、これはちょっと、なんか私は分からないということです。それから大学の専攻規模ということで、これもちょっと、けれども、理学系ですね、地学が、これ複数回答可能だと思います。で、14%、これが理学系の他、地学以外ということですね。それでですね、むしろ文系が非常に多いというのが目立ってくるかなと思います。それで理系と文系の比率は7対2、本当でしょうか。あ、ここまで入れるからかな。ということと、もう一つは興味のある地球惑星天文科学分野ということで、何しろ天文とこれも複数回答可能だと思いますが、惑星あるいは宇宙ということで分けていても天文こんなに多いです。それから気象が、まあ、気象とそれから地震火山地球の五大地区ですが、これが 20% 程度で、地質関係が最も一番OB、 すでに24名 の、 海外派遣者、国際大会派遣者が24名に達していますけれども、これまで2名で、それから、まあ、このような比率の形になっています。で、まあ、お医者さんの卵が2人、一人は畠山先生の学生生徒でした。それからこれからですね、まあ、なんですけれども、畠山先生が今日のご挨拶話されたように、空気の話という視点も重要でありまして、まあ、非常に地学オリンピックというのはそれにかなっているということをまずと書かせていただきました。で、まあ、いよいよ最初なんですけれども、お願いでありまして、技術ご出展を受け付けますので、よろしくお願いしますということで、先生の優遇措置というのが講じられましたので、企業さんにもお願いがしやすくなりました。
ました。日本大会は、2016年8月20日。次はですね、九州大
大学の前田さんによろしいですか。あの学生との共同作業にも関係を開始する非常資料の再発行ということでお願いします。